聞いてください。アイカツイスターズより、スタートライン。やったー大好き本当だ疑問をかけるか疑問大好き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 
い、それじゃあ飲みはわけがあります。はい、出演はね3月20日あるよっていう風にお話をしましたが、2つほど告知をさせていただく、違う報告させていただきます。1個目、はい、私5月2日が誕生日です。実はゴールデンウィークのちょい前なので、5月1日とかさ、日曜日じゃない確か。え、マジで。みんな予定空いてるかしら。そこに私の生誕祭を入れたいと思います。なんだそのなんか微妙だな。大丈夫か。おめでとう、ありがとう。ということで、何歳かはその時に聞かれたら言うわ。17歳。めっちゃ足りなきゃ分かんない。ということで、場所はスペキューさん、こちらで、やらせていただきます。そして一部入選で組ませていただこうと思ってますので、順次ですね、出演者の方は確定、そしてちゃんとね調節できましたら、ちゃんと発表していきますので。ちょっとねまだ先だから、なんですけど、もうおめでたいの。絶対言うな。あ、OK 出た、やった。ということで、妄想さん出ます。よろしくお願いします。ということで、予約の方が、DM、あと、エビさんへの直接の文句、あと、私への文句、そして、手売りで、物販でもちょっと売ろうかなって思ってます。そして、出演者さんたちにもね、言ったりとかしていただければ、こっちの方に連絡もらえれば。それってお高いんでしょ。それが聞きに来て。ということで、よろしくお願いします。私のですね、私がデビュー5月9日なんですよ、実は。なのでほぼ1周年みたいなのも込みなので、ぜひぜひ来ていただければと思います。お願いします。ありがとう。そしてもう一個、そう、今はね、なんかチャンスがどうのこうの、みんなはなんか夢を叶えるものだよって歌わせていただきました。ということで、私の大好きな曲、実は他にも好きな方いっぱいいるんですよね。ということで、ちょっとなんか疲れちゃったからぐるぐる回らして。ということで、私が好きな曲を好きな人たちと一緒に、なんかもうアメトークみたいだから、そうそう、名前つけようかな、ナノソングみたいな感じで。ということで、夏色のランチちょっと呼ばせてもらおうかな。皆さん来てください。あと一人じゃないかもしれない、これ。私一人じゃない。あすごいグルグルしている私。ちなみにこのグルグル私発祥じゃないからね。他にもなんかやってる人いたもん。なんか全然出てこへん、どうしよう、私一人かな。あーということで、4人来てくださいました。すごいダッシュした。やった。ということで、とある曲をですね歌っていこうと思います。名前だけ言っていこうか。ここ行きますので、どいてください。名前だけ言っていこうか。名前、ちらちら、あ、リリーです。イエーイ、リリーさん、おはようございます。はい、ななかです。はい、スーパープリティメガネガールのつみさんです。よろしくお願いします。そして、そしてナンシーです。ナンシー、なんか今日ナンシーって言われました。よろしくお願いします。ということで、じゃあよくお願いします。聞いてください。ガチャガチャキューとフィギュアット。でもね、入れてから来てちょっと時間が経つんだね。そうだね。よし頑張ろう。歌詞あるか、歌詞ここにある。めっちゃ見てこう。歌詞カンペが私ないけど、私だってフィギュアだもんね。そう絶対がないから繰り出してこう、これからI'm not afraid to die.
しまうみんな慣れすぎなんだよありがとうございます。